ザキデイは日本のビジュアル系ロックバンド。2007年5月にユラシャとユーダイを中心に結成。同年7月から活動を開始。2010年7月14日にメジャーデビュー。2015年3月31日のゼップ東京公演をもって解散。2007年5月に X 家族のメンバーの舞踊ユラシャとドクターユーダイを中心として、そこに X 家族のメンバー GT、厚し、雄大の知り合いだった BA、空を、BA、空をの紹介から GT、スケキヨが加わり結成。コンセプトとバンド名は連動していて、目に見えるものが新鮮で、新しく触れたものが輝いて見えていた子供の頃の、ように常に新しいものをどんどん求めていくという、スタンス。バンド名も、 子供のような常に新しい心でいつまでも楽しく音楽に触れ合い取り組んでいきたいからという気持ちからザキディと名付けたビジュアル系というよりは J-POP に近い曲調や他のビジュアル系バンドに比べて衣装が派手ではないことからソフトビジュアル系と言える公式携帯サイトを担っているエキサイトアーティストモールでも以前のカテゴリーが V ロックだったのに対しメジャーデビュー発表から ポップのカテゴリーになった。初期の頃は高田のババエリアで一度シークレットでライブをした後、2007年7月1日のメグロ6名館でのライブからライブを中心とした正式な活動を開始。2008年まで自主制作で3枚 CD をリリース。2009年からは現在の事務所である C ブロックに所属。これより本格的な活動を始める。 しかし、王者の喉のポリープ治療のため2009年4月12日、高田のババエリアのライブから活動を一旦休止。その2日後に、舞踊、ユラらャは、ポリープ切除の手術を受け、無事成功した。2009年6月5日、ホースシングル、ノア購入者限定ライブ、キディサミットより活動を無事再開した。インディーズラストの衣装のテーマを、制服とし、 全国5カ所を回ったファイブツアーのファイナルのアンコールではこのライブ限定で卒業をテーマにした今までとは別の黒のスーツに花を添えた衣装に着替えて2010年7月14日にキングレコードよりメジャーデビューすることを発表した。ファンの愛称はキットエース。これは VO ユラ社が考案したもので公式モバイルサイトの Q&A や公式ブログなどで 公表し徐々に広まっていった。これは公式ファンクラブの名称でもある。メンバー登場の SEG ライブでは定番曲になっているエリートスター。そのカップリングの夢うつつライトでは星型の3色に光るライトを点灯させる。また、ライブ中メンバーはの光るやつ。少し形を変えた新しいグッズのの光るやつにを点灯させたまま楽器や腰。 アンプなどにつけている。2014年12月25日、渋谷公会堂でのライブで解散を発表。結成以来、常に誰にも真似できない新しい音楽を求め、突き進んできましたが、アルバム、ディストピアの制作を通じ、ようやくバンドとして一つの回にたどり着くことができました。 この可能性にあふれた一枚ができた今、我々5人はそれぞれ新しい環境に身を置こうという考えに至りました。と発表されたが、後に、ユラシャとスケキヨが8年間の活動の中で徐々に業界のしがらみに縛られ、もっと自由に活動したいと思い、バンドを解散したと答え、雄大もただただ年を取っていくだけで、キャリアとしても良いものも残せてないし、お金もない。 全部最悪だなって。音楽の方向性として自分たちが VK をやる必要がなくなった。他の人に握られてやるのではなくもっと自分たちで自由に活動していきたいとそれぞれ解散の決め手となった答えを発表した。2015年3月31日、ZEP 東京でのラストライブを終え、惜しくも解散となった。解散した今でもメンバーの生誕祭で、 メンバーが集まりセッションという形で、ファンの前でたまにライブをしている時がある。ユラシャ、ボーカル1984年4月9日生まれ、大型神奈川県藤沢市出身 173cm58kg 以前、タバコはマイルドセブンライトを吸っていたが、現在はほぼ吸わないとのこと。香水はディオールオムを愛用。好きなアーティストはサプルカーやユキ。スケキヨ。 ギター1987年4月13日生まれ、A 型神奈川県川崎市出身 166cm55kg 好きなタバコの銘柄は、ケントウルトラメンソール1。愛用の香水は、ドルチェガッバーナ・ザ・ワンフォーメンや、ブルージーンズ。好きなアーティスト、影響を受けたアーティストは、スリップノットやリンプビズキット。厚し好きなタバコの銘柄は JPS。だが、 タバコはやめた。愛用の香水は、ラリーック・アメジスト。影響を受けたアーティストは、ヌノベティンコート、柴崎ヒロシ、ジェフ・ベック、ルナシーなど。空を、ベース2月26日生まれ映画で鹿児島県、生まれ千葉県育ち176センチメートル6 0キログラム好きな、タバコの銘柄は、セブンスターズ。愛用の香水は、ブビガリ・ポアオム。 好きなアーティスト、影響を受けたアーティストは、ジュディマリーやヒステリックブルー。雄大、ドラムズ1984年12月21日、生まれ B 型神奈川県横浜市出身 173cm57kg、引き出演者。愛用の香水は、ドルチェガッパーナライトブルー。好きなアーティストは、コルン、メタリカ。 影響を受けたアーティストは、リンプビズキット。ハロー、ザキディ、スマイル、ラジオ、ザキディの、チュッスル・デイ・ザキディの、まだまだ寝れ、ナイト、ゴー、ゴー、ザキディ。ありがとうございます。